ボートレース角ヴィーナスシリーズ第24戦ボートボーイカップ、今日はうららかな陽気の中激戦必至の準優勝戦となります。まずは10レースです。目立った動きはなさそうです。インコースは1号艇細川優子が向かっています。ここまでオール3連体でこの準優勝戦1号艇手にしています。2コースは2号艇高田光、普通ながら予選は第4位と前線しています。3コースは3号艇日高いつこ、予選は終盤崩れはしたんですが手堅さ目立っています。4コース4号艇平川香織はこれで6節連続準優進出です。その4号艇平川が稼働、ここは3号艇の日高が3稼働を取ります。そして5コース5号艇中北亮です。これが1年3ヶ月ぶりの準優進出。6コース6号艇上優香は地元では初の準優進出です。本番では定番順ですが意表をつく3カド戦日高2対4です。第10レース準優勝戦スタートまではまもなく残り10秒です。1番2番ダッシュは3番4番5番6番です。スタートしました。6艇それほど差がないか、わずかにアウト勢コースタート。4号艇の平川出ていく、それでも1号艇細川逃げるか、4号艇平川まくり出した、切り込んだら2号艇高田に間から5号艇中北が続く、逃げる1号艇細川現在一定差リード、2番手は4号艇平川の内側から2号艇高田が接近です。あとは5号艇中北、3号艇日高、6号艇上、スタートは正常です。2マーク1号艇細川クリア、2番手握っていった4号艇平川が2号艇高田をかわす、切り込んだのは3号艇日高、5号艇中北、2番手ここで4号艇平川が浮上、3番手ラスに外伸ばす2号艇高田、内側から5号艇中北、対打者は3号艇日高が続く、1マーク3番手ラス3号艇日高が先丸、5号艇中北差し返すか、この内側から2号艇高田光、3番手ラスは5号艇3号艇の日高の内側から一定四半差、2号艇高田が接近です。第2ターンマークが1号艇細川、4号艇平川の順、3番手内側抑え切って3号艇日高が先まった、5号艇中北絡んでくる2号艇高田、これが壁、ここで3番手は3号艇日高が浮上、上位は143で最終周回です。一周1マークは平川のまくり出し迫っていたんですが、逃げた1号艇細川優子が先頭、2番手は4号艇平川香織、そして3号艇日高いつこの順となっています。3連単143は 14.1 倍です。あとは2号艇高田が4番手、後方5号艇中北、6号艇上野順です。ラスト3マーク1号艇細川先頭でクリア、2番手4号艇平川で、そして3号艇日高が続く、1番4番3番で10レース準優勝戦合流、先頭1番細川優子五輪、4番平川五輪、3番日高五輪、7番高田、5番中北、6番上が五輪です。